おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はですね、カレーパンをやりたいと思います。ですね、まあ見た感じは色が一緒で、見た感じは大きさも、まああれですけど、ちょっとね、紹介していきたいと思います。こちらはセブンイレブンさんの、レジの横にあるカレーパンですね。で、こちらがミニストップさんのカレーパン。で、こちらがローソンさんのカレーパン。で、こちらがファミマの、ファミマさんのカレーパン。こちらが山崎デイリーのカレーパン。でですね、まあ品名がやっぱりチーズカレーパンとか、まあ、ビーフカレーで普通のカレー、まあ多分ビーフとチーズは僕結構多分強いもんで、これもいっちゃうんじゃないかと、思います。でね、やっぱりこういうのをね、ちゃんと自分のね、舌っていうかね、美味しさをね、美味しさ、カレー、まあカレーみんな好きだと思うんで、まあこれは当てるでしょう。じゃあ食べていきたいと思います。じゃあステファニーちゃん、カレーパンを選んでください。ステファニーちゃんにこの5種類の中の1つのね、正解をね、ちょっと食べさせてもらいます。 お願いします。怖いな、でもシャビラもちょっと怖いですね。ほんのりカレーの味しかしないですけど、ルーまでいってないのかな、これ。はいはい、じゃあでは外します。これくらいか。まあちょっとじゃあ早速、チーズはこれ多分ないと思うんで、これちょっといただきます。すっごい分かる、これは。あれ？ああ、意外と。あんまり全部こう一緒に食っちゃうと、ちょっと味まいしてくるんで、ちょっとこれもう一か八かで、これは違います。このセブンイレブンのこれは多分一昨日ぐらい食べたんで、これは分かるな。じゃあいきます。瞬殺を違います。やっぱこのビーフカレーが2つあるんですよね。ちょっとこの2択ちょっと怪しいんで、じゃあデイリーさんの、やっぱ辛さも違いますね、カレーのルーもね。あ、いただきます。具がでかい。じゃがいもが、じゃがいもって、あ、で入ってる。これは違うな。これは、このカレーパン、山崎デイリーカレーパンは違います。
意外とあれだな。どうしようかな。この2分の1でかかってるんで、これはちょっと両方あの食べてみたいと思います。いただきます。ストレッチで最初食べたやつってどういう感じだったっけな。喋ってくれません。うーわ。私が食べたのはミニストップのカレーパンでありません。正解これ？これですか？これでしょ？え、違う！ステガちゃん、適当なの忘れてんじゃない？自分なの。これ、これでしょ？だってこれじゃない？マジ？いや、分からん食べたら意味なくなるんだよ、これ。え、これじゃない？あ、もう分かんない。日本語分かんないらしいシステムあるじゃん。帰国子女らしいんでね。まあこんな感じでちょっと今日は不正解になりました。